前田の体に異変が、一体どうなる。目指せトップアイドル苦手克服大作戦。このアンケート書いたら覚えとるか。そう、実は事前に苦手なものをアンケート調査、それをある方法で克服してもらいます。やっぱりもう芸能界渡っていくのはやっぱ苦手なものがあっちゃダメなんじゃないかなと。だから今日俺がね、苦手なものをお前らに今日克服させてやろうかなと思って、おお、いい企画。昔からは助っ人を呼んでますんで、その助っ人をお呼びしたいと思います、はい、この方です、どうぞ。はい、この方は催眠療法のスペシャリストの中山先生なんです。おお、初めまして。中山和照先生は心の病を治療する催眠心理療法の権威。どんだけこの先生が催眠療法すごいのか、実際に見せてあげますから。ということで、まずは宮沢が簡単な催眠を体験。力抜いて、背中から2人でね、ここに気持ち向けてると体がどんどん後ろに引っ張られていくよ。はい、いくよ、はい、してくださ。後ろバーってどういう感じなんそれ。引っ張られるんです。いやだって先生触ってないよ。だって見えない糸をつけたんです。これで見えない糸をつけた。そうだから、これをこうやって引っ張ってるんです。これだって見えてないもんね。え、それ踏ん張ってもダメなの。そう、踏ん張ってみて。踏ん張れよ、踏ん張れよ。はい、動いてダメだよ。ってやると、意識しとう、ちゃんと立とうって。おかしいよね。おかしい。でも体が勝手に動くよ。人間の脳は 95% が無意識の部分。そこに暗示をかけることで固定観念を消したりコントロールすることができると先生は言う。今回の場合、後ろに引っ張られるという暗示で勝手に体が動いてしまうのだ。さらにこの手ね、どんどん自分の顔に近づいていっちゃうよ。そう、どん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 、そして顔にくっつくと、手は顔から取れなくなる。そしてグーッと体、自分の意識じゃないわけ、それ違う、ね、でくっついちゃう。私はこの腕を引っ張ろうとしてもどん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 強くなってくる。はい、はあ、すごい。てか、なんかこっちには力入るけどこっちには力が入ってるのよくわかんないけど、とりあえず動かなかったです。だってさ、男の力やもんね今。どこが熱いの。体が熱いでしょ。一生懸命抵抗する分、他が緊張するから、そのほどかれた時にほぐれるから、ふっと息抜ける。続いて大島舞も催眠を体験。しかし、いやでも舞が結構意志が固いので絶対にかかんないと思うんですよね。さやちゃんは女優さんをやってますから、うん、演技の可能性もあるんですか。信じてないんですから、前催眠術とか。先生ちょっと目に物見せてやってください。ちょっと、うん、どういう催眠かけます先生。この手をくっつけて、くっつけて、はい、こういう状態にして、はい、離れるよ今手、ね、全然離れます、ね、ここ私こうっくっつ触ってフィッてるぞ。ギューっと上が固まっちゃったよ。離れなくなっちゃった。これは、え、手が固まる。そう、固まる。そう、拾いだ。なんで取れんの。下にガーッと固まってるから。解くよ、はい、取れた、ね、すごい。お前かからんって言ったやん。かかってないっすね。かかっとったやん。じゃあね、名前を聞くから教えてくれる。大島舞です。私のだけだけ、そう、名前言えないよ。ん、名前が声出なくなる。そう、声出なくなってる。他の言葉喋るんだけどね。名前は、ちょっととろんとしてきたね。そう、目がとろんとして、目がとろんとしてきたやん。今どんな感じなの。今普通ですよ。普通、普通です。いや、名前は長いこと付き合ってきた名前よ。うん、言いたいんですけど。え、言いたいけど出らんの。うん、じゃあその名前がここにあるよね、はい、これ抜いちゃおうか。え、ピッてやると名前は抜いた。え、もう今頭にも浮かんでない。名前を抜いたんですか。名前は、名前、自分の名前、名前は、うん、
教えてあげようか。いや、なんで自分の名前言うの。あなたの名前は山田です。え先生、今何したんですか。名前を違った名前入れたんです。違った名前を入れたんですか。はい、名前分からんの。山田花子です。そう、山田花子。違う。お前は何ていうアイドルな。山田花子です。山田花子ってアイドルな。山田花子しか頭ない。いないから。どうしよう。さあ、山田さん。山田さんですか。違います。名前なんていうの。大島です。はい。今はもうかかってないですよね。そう。じゃあでもまだトロンって目がしそうやけど。目がトロンとして。その名前一回抜かれた時ってどんな感じなの。頭真っ白になります。で、入れられたらポンって入ってくるってこと。入ってくるっていうか、言えるようになるみたいな。山田って答えたの覚えてるんですか。覚えてます、覚えてます。で、自分で違うっていうのもある。私の名前は山田じゃないっていうのはない。ないです。その時はないんや。不思議な感じ。もうなんかふわふわしちゃう。でも怖くないでしょ。あんだけ信じないっていう大島やったけど、ずっと目がトロンとしてて、なんか異変は見てわかるんですけど、やっぱ実際なってないと、なんで言えないの。なんで言えないの。すごい、なんか、まあそうやな、消えるんで。本当。名前は怖い。さあ、いよいよここからが本番。信じない人もじっくり見てください。松井が普段おとなしいから、はい、その前に出れるように、はい、そのギャグを積極的にできるように、はい、催眠ちょっとかけてもらって。うわ、それもう積極的。いいの。今回松井にはどう思うと聞かれたらアイーンと答えてもらいます。そうすると力を上げてくださいね。いい感じがいい感じ。そうするとどん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 おとなしいよ。これ言ったらすごいですよね。アイーンっていう言葉をね、完璧です。そうです。もう本当正統派というか。そっち前にどんどん出て、ね、だって見たことないよね。あ、今フィッ入りましたよ。今もう全然今かかってる状態ですか。はい、え、本当にかかっとんの。分かんない。でもなんか。え、どう思う。ちょっと陽気になってる。なんな今手がちょっとこう。なんやそれって。え。やらって気持ち必死に耐えてるんですね。 それは志村けんさんに失礼よ。そのはどうも。やりたくない気持ちと、やりたくない気持ち泣いてるのか。そう、それ一生戦ってるんですか今。そうすごい。すごい。うわ、ちょっと俺プレアルさんできた。言った方がいい。やっちゃうと自分が楽になるよ。スーッと楽になるよ。落ち着いちゃうよ。ほら、ずっと落ち着いてるよ。ほら今どう思う。ほら嘘でしょ。どう思うよ。すごい。こっちに言ったのに。すごい。こっちに問いかけたのに。ちょっとショック受けとんや。どう思う。すごい。こんな声言うことじゃない。自分のものになってきて、自分のも仕上がってきたね。うん、いや、すごい。そんな自分どう思う。めっちゃ陽気よ。めっちゃ陽気よ。じゃあまず席の方を ほどいて。せっかくやからこのまんまね。今日の収録は陽気な祭りで。続いて高橋みなみがさらにすごい催眠を体験。高橋が、克服するものはこちら。え、食べれないですよ私。梅干し。いや本当に食べれないです。メンバーも知ってます本当に。アイドルが言ったらグルメ番組とか行って梅干し食べれませんじゃん。グルメリポートやっぱできないわけですよ。まあね。いや本当に食べれないですよ。だから今日はこの梅干しを催眠療法で食べれるようにしてもらいたいなと思います。食べたらすごいね。ちょっとダメ。なんで嫌いなん高橋は。ちなみに梅干し形も形この匂いもダメです。もういつから食べとらんのそれ。いや生まれた時から食べたことないです。生まれた時から梅干しを食べたことない。食べすぎない。一回じゃ食べてみる。いや本当に食べれないんですって。分からない。分からない。食べれるかもしれんそれは。食べたことない。一回ちょっと舐めてみたら。え、マジで。うん、ちょっとどんぐらい苦手かも俺らな分からんくし。初めて触りました梅干しだって。あ、くそ。えずくほどな。いや本当に食べないんですよ。高見菜は梅味のお菓子とかも全然食べないです。食べない。あ、そう。ほんと一口だけ食べて。もう一口で舐めてみたら。頑張れ。頑張れ。一口。あー、気持ち悪い気持ち悪い。
ましたね。大の苦手。そんな嫌いか。いや、口の中なんです。どうするんですか。本当に。あ、じゃあおしぼりでちょっと拭いて。先生、こんなに、こんなにね、嫌やって言ってるんですけど。本当に無理。これが食べれるようになるんですか。なんとかなると思うんです。今目の前に梅干しあるよね。でもこうやってね、首をこうやって振っていくと、だんだん、ね、感覚が違ってくるよ。今まで見てた梅干しはまた違う感じ。自分の中でなんか匂いにしても自分の中でどんどん変化していくよ。ほら、さっきとは全然違い、匂いもとってもいい匂いになってきてるよ。ほら、嗅いでみて。嫌な匂い？今もうかかってる。違う、ねえ。高橋、今の気分。わかんない、何もわかんないです。わかんない。わかんない。え、何か変わったのかな。うん、食べてみんな、かかってるよ、梅干しは。平気でしょ。ほら。高橋。食べれる。食べれる。さっき吐きよったよ。いや、なんか味は別になんか普通で。普通？どんな味なん？酸っぱい。じゃあこうやってね、こうやって振ってるよ。口開けてみて。そうするとね、酸っぱいっていう感覚から甘さに変わっていくよ。どんどん甘くなっていくよ。なんかもう口がもうなんかすでに甘いんですけど。だからもっと甘くなるから。入れるともっと。うん、どう？甘い。甘い？それ梅干しっていうのは分かるよな、高橋。今お前が手に持っとるなや。梅干しやんな。食べてみて。うん、どんな味？甘い。甘い。じゃあちょっと一気に食べてもらっていいかな。うん、そうそう、自分にとっても可愛い。すごい。食べれる？どう？美味しい？うん。それ食べてもらっていい？食べよ。はい、見てみて、食べてみて。はい、もうふっと分かったよ。ほら、美味しくなった。おいしい。それ解いてもらっていいですか。解くよ。高見な途中でさ、解かれたじゃん。あ、なった時っていきなり変わる。味が変わったんですよ。梅干しが甘くなるってすごいね。すごい。最初めっちゃ吐きようと思った。違う、もう気持ち悪くても死にそうでした。今の気分は別に平気ですけど。全然普通。すごくない？これ。これもすごい。どう思うよこれお前。ちょっと待って。どう思ってくるから。手が。どうも。リアルに解いてもらえませんか。ということで、松井の催眠はここで終了。さあ続いては前田が催眠でとんでもない行動を。前田が克服しなければいけないものはこちらです。トカゲ。いやいやじゃないよ、お前らは志村動物園に出たくないんか。お前はいやいや、触って、なんてことするんですか。触ってみ、一回触ってみって、一回触ってみろって。さあ、ここまでトカゲが苦手な前田だが、果たしてこうやって目を軽く目を覗いて、力を抜いて、そう。そう、今まで爬虫類、トカゲが絶対触りたくないし、嫌だと思ったな。目を開けてみると、なんかすごく可愛らしくて、ね、触りたくなるよ。さあ、目を見て。え、前田これ触れると思う？無理だと思う。え、そう、もうかかってるんですか先生。そう。前田、どう見て。あ、いけるかも。いける？はい。ね、本当に？そう。気持ちが平気になってるよ。え、大丈夫？嘘やん前田。さっきめっちゃ言われたよ。やばいってお前。めっちゃペットみたいに持ってるよ。なんかね。
かできる？全然できる。いや可愛いとかげ。可愛いです。トイタはどうなるんですか？いやだって今トイタ、今トイタなんて可愛いじゃないですか。じゃあこっち見て。え？解くよ。一つ二つ。ああ、だがもう一度催眠をかけると可愛いよ、ほら、肩に乗せて、マジなんで大丈夫？なんか飼ってる気分になる。私動物は好きなんですよ。なんかその中の家にいるような気分になります。さっきと何が違うわけ？楽しくなれます。催眠かかってると、わかんない、楽しいよ。全然大丈夫だよ。すごいなんて変わったのか。まだまだ解くよ。一つ二つ。あー、待って待って。とここで大島が恋愛感情も、恋愛か、女性同士の恋愛感情みたいなの、あ、出るんですか？そこで急遽この二人がこんな実験を。大島さんがあなたのことめちゃめちゃ好きになるっていう。そしたらその時の、ね、あなたを見つめる目から全部変わるよ。そして見るととってもあなたの好きなタイプよ。大島の目にご注目。嬉しくなってきたね。ちょっとなんか恋する、恋する女の目になったやん、ね、先生今何をかけたんですか？ダブラブ。え？何を大好きだって。大島な、何離れな。女よ、相手は女ですよ。誰が好き？誰が好きな？もう一人でライバル作りましょう。ライバル作りましょうか。前田ちゃん、ちょっと、え、あっちゃん、あ、楽しい、これ。前田が秋元を好きになるようにしてもらっていいですか？どんどん、え、ちょっとどうした秋元？プニプニしてくるんです。プニプニすんなってよ、大島。この間に入りたい。この間入れてあげよ。やだやだ。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。何やった何やった何やった。すごい、自分じゃないです、なんか。この中に入りたい、この中に入りたいって言ってる。え、なんで？なんか、すっごいなんか。私のものみたいな、なんかここに入りたかったんですよ。マイマイが抵抗すればするほどなんか入りたくなっちゃうんですよ。え、大島はどうだった？え、なんかライバルが、最大のライバルが来たと思って取られちゃった。私だけだったらよかったよ。ダメダメ、だって大好きだったんだもん。え、なんていうの、催眠かけたんですか？大島さんが、はい、秋元さんを大好きって、はい、前田さんにもライバルがいるよと言えば当然嫉妬してるわけじゃないですか。すごいっすね。すごい、ごめんなさい。面白いのでもう一度。びっくりした。やだ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 。悪い気はしないけど。喧嘩すんなって。仲良くしろって。マリア誰が好きな？大島誰が好きな？嬉しい。秋元どっち選べよ、お前も。選べない、こんな美女。先生、今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで以上、苦手国分部大作戦でした。この後、業界騒然の新ユニットが登場。AKB48 とアイドリングのコラボユニット、
その名も AKB アイドリング。そのデビューシングル「チューしようぜ」がいよいよ来週発売、要チェックです。そしてファン待望、前田敦子のブログが本日の朝10時についにオープン。素直な自分を出していこうと前田も意気込み十分。アメブロで検索して素顔の前田に会いに来てください。さあ今週の歌は小島、高橋、峯岸のユニットノースリーブスのセカンドシングル種。先週の発売以来大反響を呼んでいます。一体どうなっちゃう？